皆さんこんにちは、星空写真家、タイムラプスフォトグラファー、映像作家の、成沢博之と申します。今日はですね、ここで、タイムラプス撮影をしにやってきました。昨日ですね、本当は晴れる予定だったんですけども、こう GPV っていうですね、天気予報という雲の動きを予測するサイトがあるんですけども、そこで調べた時に、夜5時以降かなは晴れるっていう予報になってて、で昨日はですね、月が11時ぐらいに沈むっていう感じの予定だったので、まあ、それまで星撮れるなと思ってですね、車を走らせて山梨県に行ったんですけども、着いてちょっと、もう一回いろいろ調べてみると、なかなか晴れないなと思ったらですね、天気予報が変わっちゃってて、で、群馬県側が晴れるというような予報だったので、そこから急いで、山梨県から群馬県に移動してきました。で、途中すごい雪が降ってですね、高速道路も、まあ、ちょっと雪積もったりとかで、今結構真っ白くなってて、雪積もってるの分かると思うんですけど、1日でこんだけ積もったんですかね、まあ、すごい積もってるんですけど、まあ、こんだけ雪積もってるんだったら、まあ、雪景色と星撮りたいなとか思ったり、あとですね、ちょうど群馬県といえば浅間山があるんですけども、太陽が昇ってきてその朝焼けが始まった時に、反対側でいうその、焼ける現象ですね、ピンク色になるビーナスベルトっていう、まあ、現象があるんですけども、そのビーナスベルトに浅間山がかかって、浅間山がこうピンク色に染まるっていうのをですね、撮りたいなと思って、どこから撮ったら撮れるかなって調べてですね、昨日で、それでここに来ました。ここは、群馬県と長野県の県境のとある展望台、見晴らし台なんですけども、ここからですね、浅間山はちょうど見えて、なんとか、その場面をゲットすることができました。で今一通り撮影を終えて、まあ、昼間のタイムラプス、雲の動きとかをちょっとずつ撮ってるんですけども、今日はですね、まあ、そんな感じで、本当はまあ星の場面もお見せしたかったんですけども、昨日は残念ながら撮れなかったので、この朝焼けのタイムラプスとか、それから私が、まあ、普段どういう風に撮影してるのかっていうのをですね、まだチャンネル始まったばかりなので、なかなかお伝えできないと思いますから、そういう撮影の場面ですねをどういう風にやってるのかっていうのを機材とかちょっとお見せしながら紹介したいと思います。こっちの機材なんですけど、これは、すごい高く設置してますけど、上からこう煽るようにしてこう下からさこう液晶を見てるんですけどね、ニコンさんのこう Z6 っていうカメラと、タムロンさんの 1530-2.8 っていうレンズに、これはカニさんのフィルターで、フィルターホルダーですね、タムロン1534の専用のフィルターホルダーがあるので、それをつけて、フィルター2枚重ねにして今昼間のタイムラプスを撮っているところです。これ今撮っている状態ですね。でこのちょろっと出てるのは、これですね、あのニコンの Z6 っていうのが USB で、給電ですね、常にこうバッテリー電気をこう供給しながら撮影するっていうことができないので、これですね、あの改造してくれるところがあって、スカイピクスジャパンっていうところで販売しているところの、バッテリーシステムを使ってます。まあ、これだとこうラジコン用のこういうですね、大容量のバッテリーが使えるようになって、長時間持つんですよね。タイムラプスの場合だと、あの自分の場合は特に3時間とか4時間とか撮ることがあるので、バッテリーが途中で切れちゃうともうどうしようもないので、まず、自分が使う機材っていうのはそのバッテリーがですね、長持ちする、つまりその外部給電ができるっていうのが大前提になります。で、まあ、三脚はこれレオフォトさんっていうメーカーの LS365C という三脚と、あとこれ結構いい運台なんですよね、G4 っていうですね、微動運台を使って、でちょっとアルカスイスで前後バランス取ってやってますけども、あのニコンさんの Z6 っていうのがタイムラプスですごい、最強な機能があって、ホーリーグレールっていうそのデイトゥナイト、ナイトトゥデイ、昼間から夜にかけてのタイムラプスを撮るときに、オートで撮れるカメラってあんまないんですけど、これは撮れるんですよね。でそれがその星まで行けちゃう、昼間から星まで行けちゃうっていう機能があるので、
これを使っているところですね。まあ、これは基本的にこうやって、固定撮影用の、機材になりますね。こちらが、タイムラプス用のスライダーっていうやつで、今これタイムラプスをちょうど撮っているところですね。スライダーというのはこっちからこう今は順に動いて、ここまで来てるんですけど、1枚撮っては動いて1枚撮っては動いて1枚撮っては動いてというですね、こう、写真を撮って動いて止まってっていうシュートムーブシュートっていう動きなんですけど、 SMS って言われるんですが、それがついている、スライダーになります。まあ、基本的にはついているものなんですけど、でこれはアイフッテージっていうメーカーのシャークスライダーミニっていう、ものを使ってます。でそこにこう電動モジュールっていうですね、この、電動化するこの SMS をするために使う、ものを取り付けて撮影しているところです。カメラは、富士フィルムの XT2 と富士フィルムの 8-16 の 2.8、それから、このレンズの専用ホルダーを丸美さんから出して、丸美さんのマグネットの角型フィルターホルダーをつけています。で、ヴァンガードさんの自由雲台に、今乗せて撮影しているところですね。で、これやることによってこう、なんですかね、固定撮影だけだとどうしてもちょっとつまらなくなってしまうものが、こういうレールモーションをつけることによって、動画にその動きを出せるというような感じでですね、使っています。まあ、これは今をこう横に動かしてますけど、まあ、前後に動かしてもいいですし、斜めにこう動かすこともできるっていうような装置機材ですね。はい、で必ずこう USB 給電をして電源を切れないようにしています。でこれなんか絡めてるのはこれいろんなところに引っかかるんですね。これまあそのうちまたこの辺は詳しくご説明したいと思うんですけど、引っかからないようにこういうふうにケーブルをまとめるって言います。はい、以上です。とりあえず今日は私が撮影に来た1日を、動画にして皆さんにお伝えしました。この展望台ですけども、誰かいるかなとは思ってたんですけど、思いのがやっぱ人気スポットだったみたいで、朝焼けの時は結構人がワッと来てですね、写真を撮っていくような感じで、タイムラプスやるとちょっとこう人が来て、あすいませんねみたいなところが多い場所でした。でもまたちょっと、ね、夜もここで撮ってみたいなと思うのでまた来たいと思いますけども、別の場所で撮影した、場面とか、機材とかでまた別の、機材使ったりとかもするので、そこはまた皆さんに、こういった動画形式にしてお伝えしたいなと思います。それでは今日はこれで以上になりますが、またこういうですね情報をどんどん発信していきたいと思いますので、なんか知りたいこととかあったらコメント欄にぜひ書いてください。私それ見てですねちゃんと返信もしますし、参考にさせていただいて次はこういう話やろうかなっていうふうにしますんで、で気に入った方はチャンネル登録と、いいねをお願いいたします。それでは今日はここまでにします。さようなら、バイバイ、ありがとうございました。したっけねー。